飛んでしまったら俺が切らぬと思っておるのか。お待ちください。前田殿の足を一緒
こに成敗するというが、わしをやってからにしていただく。これは正当な戦だ。この者たちは武士としての死を得、その死を汚すおつもりか。たかが家中武士一人殺しただけで何を驚くことがある。それよりもあとの若者の命を見据うとは、この連中どういう気が。聞いた風な口を聞くな。
ところへ帰るのか。さすがとか役の動きでは策なのか。なんで人は日々増えましたので、畳は石でもあれば強いな。そんなためにI'm sorry.